小淵経済産業大臣に関連する政治団体の不透明な収支をめぐる問題で安倍総理大臣は小渕大臣の調査結果を見た上で辞任の意向を受け入れる方針です中継です、はい、その小渕大臣なんですが昨夜都内のホテルに入った後その後出入りは確認されていません明日国会で調査結果を報告する予定なんですがその準備をしているものとみられます 小渕大臣はすすす。でに辞任する意向を固めています第二次安倍政権が発足してから660日余り閣僚の身体問題がこれほどの現実味を帯びるのは初めてのことです一方安倍総理ですが午後2時間ほど都内のホテルに滞在していましたただ小渕大臣側と接触したかどうかなどは分かっていません 安倍総理としてはまずは小渕大臣の調査を待つというスタンスですが総理周辺は国政の歩みを止めないことが最も大事だと話していまして調査にめどがつけば小渕大臣の辞任を認め早期に事態を収拾させたい考えです第一次政権では判断の遅れで閣僚の辞任が相次いだという教訓もあり政権のダメージを最小限に抑える狙いもあります 改造内閣の目玉である小渕大臣だけに安倍政権最大の難関を迎えていると言っても過言ではありません。